アスンタ・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア帝室の分子、ハプスブルク・トスカーナ家出身の大皇女、トスカーナ大公レオポルド2世の彦。レオポルド・ザルバトール大公と、その妻で、スペインのカルリスタ多い請求者である、マドリード公、カルラス・マリアの娘ブランカの間の、第8子、皇女として生まれた。全名は、アスンタ・リーチェフェルディナンで、ブランカ・レオポルディーナ。 マルガレーテ・ベアトリクス・ラファエラ・ミヒャエラ・フィロメナ。両親は、ウィーンに、パレト・スカーナとビル・ヘル・ミー・ネンベルク・城の二つの、城ョを所有し、校舎の城だけで80人以上の使用人を、抱えるなど、裕福な資産家だった。9人の兄弟姉妹がいたが、すぐ上の姉、マリア・アントニアと一緒に育てられた。1918、1919年の二重帝国と、 君主制の崩壊に伴い、対抗一家は皇族の身分と全財産を失った。対抗一家全員はオーストリア共和国市民に登録するのを拒み、1919年1月にスペインのバルセロナに亡命、以前に比べると貧しい生活を送った。年の離れた3人の姉ドローレス、マリア・インマクラータ、マルガレータが両親に従順だったのに対し、 アスンタとマリア・アントニアの年若い二人の姉妹は反抗的で頻繁に母ブランカ大公妃と衝突した。二人姉妹は徐々に宗教生活に傾倒していった。両親は共に信心深いカトリック信徒ではあったものの、下の娘たちの信仰生活への情熱に不安を感じていた。やがてマリア・アントニアは修道生活を諦めて結婚したが、アスンタは 修道院に入る決心を変えなかった。アスンタは修道院入りに反対する両親と決別すべく未成年のみで南米行きの船舶に乗って家出する事件を起こした。まもなくスペインの両親のもとへ帰るが、両親も娘の頑固さに根負けして修道生活に入るのを許可し、アスンタはトルトーザのサンタテレサ修道院に入った。スペイン内戦が勃発すると、 この修道院は、共和国政府による迫害を受けた。アスンタを含む、修道生願を済ませていない修練女たちは、在族生活に戻ることを余儀なくされ、アスンタはビアレッジョの母の屋敷に身を寄せた。1930年代後半、アスンタは、兄弟の一人の紹介で、ユダヤ系ポーランド人の医師ユゼフ・ホープフィンガーと、知り合った。二人は、ブランカ大公費の反対を押し切り、 1939年9月17日にローザン・ヌ公ーが UC で結婚した。夫は結婚直後にポーランド侵攻による軍の召集を受けて従軍した。夫妻はポーランド軍の敗北後にロンドンで再会しバルセロナで新婚生活を送り、1940年10月に長女が生まれた。欧州大陸でドイツ占領地域を中心に、 ユダヤ人迫害が激化すると、夫妻はアメリカ合衆国に移住していたアスンタの二人の兄を頼ってニューヨークに亡命した。夫は以前と同じく医師として働き、アスンタは1942年10月に事情を出産した。しかし夫婦生活はうまくいかなかった。夫のホープフィンガーは、 妻の裕福な相続財産を期待していたが、彼女に財産がないと知るとアスンタを飛んじるようになったのである。夫妻は第二次世界大戦終結直後に別居し、1950年7月25日に離婚した。離婚後、アスンタは二人の娘を連れてテキサス州サンアントニオに移住して余生を送った。修練女の経歴を持つ彼女は、 サイアントニオでも地元のカトリック教会で様々な役職を務めたり支援をしたりした。後年、存命の兄弟姉妹を訪問するため一度だけ欧州大陸に帰っている。1993年に90歳で死去した。ありがとうございます。